たの。ニットは着た時の着心地を結構大事に考えます。まあ、肌触りが良くて子供が抱っこしてもほっぺがチクチクしなさそうなものを今年は割と気にしてます。あと今年特にゆったりしたものも多いので着た時に窮屈じゃなくて体がリラックスできるようなものを今年は注目してます。やっぱり今年ワイドパンツとかボトムスに重心がドーンとくるものが多いので上も去年まではコンパクトなものを選んでたんですけど今年はもうここに書いてある通りオーバーサイズオーバーサイズで今年らしいシルエット作りたいなって思って、私ねちょうど今日赤いニット着てきたんですけどメンズサイズなんですよ。レディースサイズも素敵だなとは思うんですけどメンズの方がストーンとしたシルエットを作れるのでメンズの S サイズ買いました。オーバーサイズで今日私服で、ネイビーのワイドパンツに合わせてたんですけどあ、よかったってこれリー見て間違えてなかったと思いました。ほうってありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。